早北町は北海道道央県、胆振市長管内遊仏群にあった町。落農や軽芝生産などが盛ん。元スピードスケート選手の橋本聖子の出身地として知られる。胆振市長管内東部にある。南東は東浅川で苫小牧市と限られ、北東は千歳市、北は追分町、南西は厚間町に接する。 有仏平野に続く丘陵場にあるが、太平洋に近く海洋性の気候を持ち、一年を通して温暖で、雪も少ない。町の中央は浴びら川が南流し、早北駅を中心とする、市街地もこのそばにある。1894年に、早北駅が開業して以来、市浴びら川流域を中心に入植が行われた。周辺の人口も増え、 戸間コマイ町役場の管轄では不便であることから、1900年に、遊仏村の一部と職名村の一部を合わせて、アビラコ町役場を置いたのが、町の始まりである。追い分けが、鉄道の分岐点で商工業の中心であったのに、対し、早北は農業を中心に発展した。南部の東和佐地区には、牧場が作られ、昭和初期に、滝川からの入植者によって、 本格的に始められた落農は大きく発展した。そもそも阿弥陀村設置の時から役場の場所などをめぐって対立のあったお岩家と早北であったが、1952年にお岩家高校設置案が議会で否決されたことで、亀裂は決定的となり、お岩家村が分尊した。しかし2004年4月、早北町とお岩家町は法定合併協議会を設置し、 再合併に向け協議を続けてきた結果、両長は合併で合意し、2006年3月27日に新設合併して、阿弥町とすることが決まった。ありがとうございます。